はい、こんにちは、RKGQです。今日ねご紹介されてもこちらエンサイクロペディアですね。いわゆるですねエンサイクロペディアのですね、これ動物版なんですね。いわゆる百科事典を作っていきましょうということになっていて、さまざまですねお題の動物が出てくるんですね。そのお題の動物をですねゲットしていって、よしこれを調べるぞと決めた後、それぞれの大陸に実際に調査に行き、調べた結果をほらどうやとこう発表すると、そうすると勝利点になると、こういうですね動物の確保そして探検発表というですね流れをするというですね非常に変わったゲームでございました。というわけで今日はこちらですねエンサイクロペディアをねご紹介していきたいというふうに思います。 The Game Gallery。 はい、じゃあ早速ですねエンサイクロペディアをご紹介していきたいと思うわけですが、いつもならここでね箱ねバーンと開けるんですけども、最初ちょっと一点お断りです。これ日本語版ですね、私お借りしてきておるわけなんですけども、最終プリント版ですね手前のバージョンをお借りしてきています。なのでほぼほぼこれと変わらないというふうにお聞きしていますが、最終のですね製品版とは一部どっか違うことがあるかもしれません。印刷とか中身とか違うかもしれませんので、そこのところですねあらかじめですねご用意してください。なので全体的なね感じをつかんでいただければかなというふうに思ってます。じゃあ早速ね中で開けていこうというふうに思います。はい、こちらですねエンサイクロペディアを出してみました。最近入るので、ね、超デカマップになってるんで、全然こっちがね入りきってないっていうことは承知の上なんですけども、まあ紹介する上でねそんなに問題ないので、この価格で一旦ご紹介したいと思います。縦の方がねどうしても見やすいですからね。でこちらですねエンサイクロペディア全体のボードになってまして、こっちがですね共通ボードで、こっちが個人ボードなんですね。個人ボードの横にこうしたやつを合体させておいて、まあ、プレイすると、これ横に合体するやつですね、これ何の意味もなくて、まあ、キャラクターの絵が描いてるだけで、この裏面のところはサマリーになってるんですね。なんで今日ご紹介このね本体のところだけでしようと思いますけども、まあ、ここのところでプレイをしていくと、こういう仕掛けになってるんですね。でどんな風に流れになってるかっていうと、最初の方に言いましたとおりですね、ここの動物ね、この動物をここでゲットするんですね。自分のところにこう持ってきておいて、ここのところがですねそれの動物に対応するところね、これはここね、ここへ探検しに行って、そしてそこで得た知見をここに発表すると、こういう順番になってるんですね。動物探検発表と、これをここにあると6ラウンドやっていきましょうと、そういうゲームなんですね。流れ若干ねざっくりご紹介すると、ゲームの開始の時にめくって、これ必ずいいボーナスがあります。全員にいいボーナスがあったら、それぞれのプレイヤーのところでこちらのダイスプレイスメントになっているので、ここのサイコロね、このサイコロ、これの色に対応しているわけですけども、このサイコロを各自4つ取ってきて振って、自分のこのボードのこの上のところにこうやって置いといてくださいよと、こんな風になってますね。で自分の手番が来たらサイコロを1個パカッと取ってどっかに置いてプレイしていきましょうと、まあ、これだけなんですね。で4つ取って終わったらラウンドが終了するので、この辺のカードやなんかがバサッとこう流れていって、新しいカードが出てきて次のラウンドをめくっていくと、これを繰り返していくと、こういうスタイルなんですね。なんでいわゆるダイスプレイスメント型っていう風になっていますよということなんですね。まあ、上からざっくりご紹介していくと、こちらのところにちょっとあるんですけどね、こちらのところに特殊なこのサイコロの色を変えることができたり、サイコロの目を変えるっていうトークンが、まあ、ここにとりあえず置けばもらえます。数字が大きい方たくさんもらえますっていうのと、このゲームお金もいるんですけども、まあ、ここに置けばとりあえずお金がもらえます、そしてスタートプレイヤーになりますっていうゾーンがあり、でここのところに置くとですね、これ特殊能力もらえるんですね。特殊能力はこちらのところに4個ほどもらえるようになっているので、特殊能力は単純にもらえる、何でももらえるんだけど、色とこのカードを一致すればこのさっきのトークンももらえますよみたいな、まあ、ここのところ単純にお買い物するゾーンなんですね。でまたここのところ行くと、これね色とマッチしないとくれないんですけど、色とマッチしたら動物が1個もらえますってね、めちゃくちゃこう簡単ですよね。数字がでかいとたくさんトークンがもらえるし、ここお金固定なんだけどスタートプレイヤーが取れる、ここのところも特殊能力がもらえる、サイコロとカードの色が一致していればボーナスのトークンがもらえる、ここも一致していれば取れるっていうね、どこ色を一致しないとダメですけど取られるってこうなってるんですね。でここの次に冒険ですね。冒険するとこ行くと、やっぱりここのところも詰めておくんですけども、冒険っていう風になると3冒険しますよっていうことになってるので、3冒険ってなんだっていうと、こちらの方のこのカードですね、調べるのは難しくなってるんですね。 1,2,3,4 っていうここに数字が書かれているので、何冒険までできますかっていうのこれ書いてるんですね。1のところ一番しょっぱいやつしか3だとできませんよっていう風にここに書かれているので、この時にさっきの追加の金田なんかをガーンと突っ込むと数字がガバッと上昇するので、こちらのところで私はここまでチェックしましたよみたいな、飛ばしても構わないのでこういうチェックをしておくと、チェックした内容によって3点入るとかいう勝利点が入るので、ここで勝利点が入りますよと、
もちろん同じ大陸のやつをいっぱい持っていれば、このポイントさえ満たせばね、例えば4ポイントで1のやつを2つやってもいいし、2のやつを1個やってもいいし、あるいは極端な話で言うと6ポイントあったらこっちの2、こっちの1ってやってもいいしって、もう自由自在にやってもいいので、同じ大陸のやつはいっぺんに調査できるので、なるべく金屋なんかを使ったり大きいダイスを使って一気にやりたいと、まあこういう仕掛けなんですね。でここが終わると、もう一番最後これですよね。ここね、ここのところは発表ってなっているので、自分が発表したい、さっきのこう乗ってるやつがいれば、じゃあ赤色を発表します、じゃあこいつから起点で発表しますよっていうと、じゃあこいつのやつを発表しておいていくと。この時も実はこっちのサマリに書いてあるんですけども、この数字によってどこまで発表できるかっていうのが決まってるので、足らなきゃ例のお金やなんかを突っ込んで発表力を高めておけば、この鳥っていうのを1個置けば2点になるし、植物を置けば5点になるしっていうのがもらえると。これを繰り返していきましょうと、こういうゲームなんですね。だからここ非常に分かりやすいわけなんですね。ここの色変えしたりする、これも数字増えるんですけどね、色変えしたりするっていうトークンもらう、5金もらう、もうお金はとにかく数字をねパワーアップできますからね、数字をパワーアップするやつをもらう、色がマッチしてれば動物がもらえる、ここは探検できる、発表するっていうのを繰り返していって、より大きい動物のところを発表しておけば、ここの一番下のところに置けますからね、置けばもろの点ですからね、これが溜まっていって勝利点に近づいていくと、こういうことなんですよね。じゃあこのゲームね、非常にそこのところは素直なんですけど、特殊な点がいくつかあります。まず一つはこれ、これ他人のボードですね。他人のところに乗ってるやつヘッチャルで使えるんですよ。全然使う人はノーペナルティーです。はい借りますって言ったらもう OK です。全員4個ずつ持ってるので、誰かのとこ取られたら次ね絶対1回は他人を取らないといけないですね、いうことになっていて、これ何かというと、要は取ってくれたら2金入るとか3点入るみたいな、あこれ 取られそうだなっていうやつはもう元々勝利点があるやつとか置いとくんですね。そうするとうまく後でもらえるんですね。でそしてこの星ですよ、この星、この星ってさっきなんかちょっと書いてますよね、ここね星とかね、ここにも書いてますよね、サイコロの時の星とかちょろ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 星書いてるんですけども、それここなんですね。この星のゲージがブーって動くんですね。だから誰かなんかしてもらったり、なんかアクションするために星がどん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 動いていくんですけど、こうするとさっきのこのトークンがもらえたり、巻物のこれがタダでもらえたり、3金もらえたり、動物もらえたり、一番最後の果てまでは使わなかったら4点だし、これ5ポイントサイコロ増やして色も変えられるなんていうすごいトークンももらえて、これ1回行けばまた戻ってくるんで、これぐる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 回ってくるので、星をうまく活用していくと、途中の収入がどん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 ここで入ってくるんですね。あ、どん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 僕の使ってくださいみたいな。で、そして、この冒険も1人目は3星で冒険パワーに修正がないんですが、2人目行くと星は減るけど、数字のサイコロ目プラス1とかあるんですね。だから後ろへ行けば行くほど星はもらえないけど、サイコロの数字の目が修正かかってくるなんていうところもあって、お互い赤の大陸行き合いましょうよみたいなことになるわけですね。でも行き合いたくてもこの中から出なかったらしょうがないので、その時は例の色替えが飛んできて変えていきましょうと、こういうダイスプレイスメントなんだけど、自分の手元に置いてるやつと関係ないのが置けるっていうのは一つのミソなんですね、このゲーム。そしてこの星っていうやつがあちこちに用意されているので、これを回すことによってぐる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 自分のところで臨時収入がどん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 入ってくるっていうところ、このあたりがですね、非常に不思議なプレイ感を催しているんですね。で、特殊効果はもうこれしかないので、ここってもう単純にもう置いていくだけなんですね。どん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 置いていくっていうだけになっているので、ここのところ非常に分かりやすく、サイコロの数字を上げて冒険すればここにチェックがあって発表できるようになるっていうのがあってるので、ここから下は非常に素直です。で逆にこっちの方はめちゃくちゃ強いカード、探検するたびにお金がもらえるとか、発表したら星が勝手に増えるとか、この赤い大陸の時は必ずね探検パワーが2パワー強いとかいうのがあったりするんで、ここも非常に強いです。これ非常に重要なので、このあたりを視野に入れながらプレイしていくというゲームになってました。で、一番ゲームの最後ですよ。一番ゲームの最後は、このそれぞれのカテゴリーだったり、このそれぞれの色のカテゴリーだったり、この色はね、これとこれセットにできるわけですけども、どのぐらい探検したか、どのぐらい発表したかによって、マジョリティではなくて、発表した数に応じて得点が最後にガバッと入ります。だから、俺は、肉食動物のプロフェッショナルで大量に発表したし、ここのところのオーストリア大陸は誰にも負けてないすごい発表してるぜになったら、めちゃくちゃ点数が入ります。だから最終的にこう特化していったプロの研究者になっていた方が点数が高いので、そうなってくると、ここのこれにも葉っぱがある、これにも葉っぱがある、これに葉っぱがない、俺はこの2枚しか用がねえと、こうなってくるわけですよ。
で、例えば、あ、鳥か。あ、この3つ鳥じゃんっていうと、俺は鳥エキスパートだと、こうなってくるので、この同じやつをたくさんやってると、ガバーッと点がもらえるので、もう赤い大陸は何が何でも俺んとこよ、とか、鳥は全部僕が欲しいよ、とかなってくると、ここの取り合いはめちゃくちゃ激しいんですね。それを中心で、ここさえ取ってしまったらもう別に誰も邪魔できませんので、動物さえ持ってれば、こことここは誰も特に邪魔するものではないので、そちらのところの発表したり冒険したりっていうところの競い合いになると。そんなゲームでございました。やってることは非常に素直で、動物取って探検しておくっていうところだけなんですけども、このサイコロ目が小さいと不利なんですね。大きい方が断然有利なので、大きいやつを持ってると他人から、ピャッと取られるわけですね。ああ、取られた。あと小さいやつしかないわ。まあ、金どうやって工面しようかなとか、こんなことになるんですよね。こことか打って5金もらうとかいうの選択肢に入ってきたりするので、非常に素直なダイスプレイスメントでありながら、他人のも使えるし、色は変えるし、お金だの、赤トークンだの、このトークンだの使えたら色は変えたい放題で、数字も変えたい放題だなんていうのがあるので、割と自由度の高いところで、自分のところの百科事典の元を作っていくと、こんなゲームになっておりました。で、やってみた感じ、結構面白いんですけども、ちょい長いかなという感じはします。自分のですね、能力改善する要素ってここしかないので、そんなにガンガン能力がぐーっと上がっていくタイプじゃないんですね。もちろん最後に行くに従って、自分のところにどん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 動物が集まっていて、同じ大陸のやつやなんかをまとめて発表できるので、なるべく少ない回数でね、一気に発表したいなんて思惑もちろんあったりするんですけども、そこを溜まっている過程は面白いんですけども、若干やっぱり長いような感じがするので、3人ぐらいのプレイが一番ベストじゃないかなという気がします。少なくとも2ないし3でプレイしてみて、プレイ感をつかんだ後に4人でトライした方がいいんじゃないかな。あんまりね、でもダウンタイムがあるゲームじゃないんですよ。さっさっさと割と手間は回ってくるんですけども、まあ、全体みんなプレイガチャガチャしてやってる時にいつの間にか時間が経ってたっていうゲームではありますけども、まあ、それでもそこそこ全体のプレイ時間がかかるので、3人から始めるのが一番よろしいんじゃないかなと。そしてこのボードのこのややこしさの割に、さっきから言っててもサイコロ置くだけですからね、こうやってね、そんなに対して難しくないっていうことがあるので、まあ、そちらのところは割と気軽にプレイできるっていう変わった中量級のゲームでございました。The Game Gallery。 はい、というわけでですね、エンサイクロペディアをご紹介いたしました。まあ最初ね、これ見てね、これ見たらね、まあ私と大体同じ感想を抱くと思うんですけど、これは難しそうだと思うわけですね。なんちゅうややこしいんじゃと思うわけですが、実際ルール出したことないんですね。4個もらってね、ラウンドごとに4回受けば終わりですからね。途中の割り込みもそんなありません。サイコロの数字と色を変える以外の割り込み今日ないので、割り込みがなくスッスッとプレイできるっていうところが、まあ、非常にわかりやすくなっていて、最近割り込みが多いね、フリーアクションがものすごいゲームってたくさんありますけども、そこが非常に素直でプレイしやすいんじゃないかなと思います。その反面やっぱりこう、成果を集中して発表していかないといけない。これね、1個や2個発表してもね、全然点数最後ならないんですよ。ある程度の数がないと一番最低点ももらえないってなってくるので、どうしてもその辺を睨んで、ハルさんなんでそれ取るのよ、うちは鳥のエキスパートだって言ってるでしょって、いやその鳥な、肉食だからさ、俺欲しいんだけど、とかあるんですね。あの動物をいかにうまく取るか、そして動物ばっかり集めても、今回ね、冒険したら探索するところがね、足らなくなってくる。手番がね、すごいポイントがいるようになってくるので、この辺りのところの集中と選択っていうのをいかにうまくするかっていうところが、このゲームのキーなんじゃないかなと思います。最初の見ましたけども、私これ今回ルールをざっくり喋っているのは最終版じゃないというところがありますんでね、最終的な細かいルールの方は必ず製品版のマニュアルの方をご覧いただければなというふうに思います。というわけで今回ですね、動物の生態を調べ上げて発表するゲーム、エンサイクロペディアをご紹介いたしました。ザゲムチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。